田選手、よろしいでしょうか。はい、それではスタートします。さあ、今スタートしたのは地元愛媛県からお越しの津村聡選手、これ女性ライダーですからね。女性ライダーはこれ 250cc のピジムカーラもします。さあ、しっかりバイクを寝かせて、グーグリップでしっかり寝かしております。さあ、このおーっと手を滑らしながら、さあ、さっきぐらいも滑ったんですけど、滑らすのもウィーグリップでしっかり外側の足から押さえていけば、それもコントロールできます。では今日練習の成果が出たか、滑ったリカダさん、リバウンリカダリがしっかり出ております。さあ、西滝選手がしっかりパイロンを見て、フリーセクションどうもあればこの 250cc のバイクで、さあ、しっかりきれいに回って、さあ、S 字を抜けてゴールです。さあ、タイムの方は2分08秒です。2分08秒です。お疲れ様です。さあ、今スタートで立ってた 6.60 番、地元愛媛海川選手です。さあ、それではよろしいでしょうか。はい、それではスタートします。さあ、今スタートした海川選手は、忍者250です。さあ、元はセッタハンのバイクを、ハンドル周りを変えまして、アップハンドルしてみる、カイロ選手。さあ、このカイロの回復したかっこいいバイクを、このジムカーナでも、うまく使う、ちょっと魅力的ないい発揮をしますね。さあ、メガネセクション、大柄セクションでは、木村選手がしっかりバイクを固めてて、全体を70を温めます。さあ、この手前のバンクのまんま、この回転をつなげていく、いい回転です、木村選手。あー、ちょっとパイロンに当たったが、まだ1ヒート目だね、2ヒート目挽回してほしいと思います。さあ、今のタイムですが、1分56秒です。1分56秒です。お疲れ様です。